ちゃこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、続いてます。交流戦続いてる、まあ、3年生も続いてるということでね、はい、まあ、振り返りも続いてるという、はい、3回の目に入りましたかね。そうだね、うん、まあ、が終わりましたね。まあよくさ、セトパとか、うん、いろいろ言われるけど、はい、でもそれを超えてなんか野球の試合を単純に見た時に、うん、いい試合が多いよね。なんか通常の各リーグでの試合で見ないような試合も結構多いですね。まあそうだね、うん、まあ、それとかパリーグのピッチャーが打席に入ってたりだとか、うん、はい、だからセリーグのピッチャーが打席に入ってよく打ってるとか、うん、まあ、いろんな印象がね、うん、残るシーンがたくさんあったりとか、はい、まあ、するけども、うん、まあ、今回もいろんないいシーンがたくさんありました。はい、ね、はい、振り返ると早速見ていきましょうか。交流戦だよということでねはい、はいはいはい、ということでこちらが今回の結果になります。はい、赤枠勝ち越しのチームで、ね、はい、真ん中の数字はその各チームの勝った数ということですよね、うんうん、今回は全部2勝1敗そうだねですね。引き分けがないんだよね。ここ交流戦入ってからないですね。ないない、1試合もないんだよ、うんうん、でソフトバンクとオリックスがパリーグでは勝ち越し勝って、で、まあ、ヤクルト、広島、中日、阪神、はい、まあ、広島がちょっとね交流戦を出遅れてたけども、うん、まあ、勝ち越したということでね、はい、ということで今回はセリーグが4チーム勝ち越し、はい、パリーグ2チームが勝ち越しということです、はいはい、ということで、各チームの隣に書いてある青文字は、はい、そのチームにとっての今の、まあ、ポイントであったり、感じたことであったりだとか、はい、まあ、そういう、まあ、人も書いてあるけどもね、うんうんうん、まあ、ちょっと説明していこうか。はい、まず巨人から、ね、巨人ソフトバンク、はい、ね、やっぱトラウマ、もうね、記録を見ると、はい、非常に負けてるっていうことが、はい、もう2000何年だっけな、2019年以降、うん、公式戦ソフトバンクに2勝14敗っていう、うん、だからもう完全にトラウマなんだよね、うん、だからね、日本シリーズとか、うん、そうそう、合わせて、ですよね、うん、合わせてだけども、うん、やっぱ初戦なんか見てるとさ、うん、やっぱ思い切りがないよね、うん、やっぱこの1点を守らなきゃいけない、2点をどうするかとかさ、まあ、そういうことばっかりにとらわれて、こう攻めるっていうことよりも守るっていうことをなんかこうすごくこう映像を見てて思うわけ。やっぱ勝負って攻めなきゃいけないから、うん、だからそこら辺でやっぱトラウマがあるのかなっていうようなね、まあ、そんな感じがしたけども、あ、まあ、1試合勝ったのは、まあ、菅野の好投と、うんうん、やっぱウォーカーの一発だとか、うん、あんまりトラウマになってない人たちが活躍したというね、ウォーカーなんか特にそうだよね。ソフトバンクのこと、今までのことをあまり頭に置かない人ということですね、うん、そう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 、意識がない人ですね。意識がない人がやっぱ活躍するなって、うん、まあ、中山ライドにしたってそうだ、うん、そうだし、だけどソフトバンクの方を見てると平常心で戦うんだよね、うん、まあ、チーム内の競争も激しいし、うん、やっぱ打たなきゃいけない、打たないと外されるとか、うん、これ柳田と、うん、グラシアルで8三振ぐらい1戦目なんかしてんのに、うん、そうでしたね、まあ、それでも勝ってしまうという、だからその時はなんかこう非常になんか苦手意識を前面に出して戦ってた巨人がいたけども、うん、まあ、3戦目に勝つんだけどね、その時はウォーカーのホームランだとか、まあ、丸がね、うん、2本ホームラン打ったりだとかして勝ちはしたけども、はい、だけどソフトバンクの方はもうなんていうの、巨人だからどうしてるとか、うん、他のチームはこうしてるとか、そういうことは全くない、もういつも平常心で戦ってる、いつも通りのことをやる、うん、だから巨人もこの1勝を機に、うん、ソフトバンクにあんまり感情を動かされない方がいいね。もうなんか意識しすぎてるってことですか。そうですね。うん、それと巨人、うん、ちょっと気になるのは、はい、2戦目3戦目と3点ずつ取ってんだけどさ、うん、全部ホームランだ。あ、でホームランが出るっていうことは決して悪いことではないけども、うん、つながりで点が取れてないっていうところがちょっと気になるかな。なるほど、うん、まあもちろんね、よく巨人はホームランを打たなきゃいけないっていうチームっていう話はあるけど、それだけではちょっと心配ということですか、うん、ちょっとこれからしんどくなるかなっていうようなね、まあ、そんな感じを受けました。はい、はい、ヤクルト、ロッテ、はい、ね、うん、雰囲気、
はい、何でしょう、何でしょうか、雰囲気が出てきた良い雰囲気でこう何の何の思うでしょうけども、うん、昨年戦ってたワッショイ野球みたいなさ、はいはい、ワッショイ野球は巨人かな、すごくみんなでイケイケな感じの、そうそう、イケイケみたいな感じがやっぱ出てきてるんだよね、うん、でやっぱこう高津監督の使い方っていうのが、はい、選手うまいなと思うのがさ、うん、ワゲスバックじゃないや、はい、サイスニードが先発した時に、はいはい、まあ、山田の一発で勝つんだけどもさ、はい、でもそのキャッチャーあんま変えないのね、最後まで生かすとか、うん、若手を使ったとしても、で内山が3戦目かぶって、はい、ね、やっぱり最後の締めまで内山で生かすとか、うん、だからすごく若手も伸びるよね、うんうん、だからそういう使い方だとか、うん、まあ、2戦目中村が5番に入り村上中村ってなったんだけど、うん、もう全部避けられて村上を、うん、中村と勝負行った、全部ダメだった、うん、試合を落とした、うん、で昨日、うん、ね、一気に8回に勝負を片をつけに行くんだけどもさ、はい、まあ、川端も代打だし、はい、先頭打者でね、それがヒットを打ってくれて、うん、ね、オスナも打ってみたいな、うん、で内山が走者一掃打って、はい、その後に誰を持ってくるかな代打をって思ったら中村持ってきたんだよね。ああ、なるほど。それでヒットを打たして、うん、昨日のことを少し忘れさせるという、うん、だからね、高津監督のねやり方って本当にね、みんなこう評価の対象にあんまりこう上がってこないけども、すごいやっぱりいいね今、うん、まあ、勘も冴えてるし、で、まあ、山田も打つし、うん、いいね、ピッチャーもいいし、本当に勘が冴えてて、そうそうそう、それが才に出ていてっていうところなんですかね。だから勘が良くてもさ、うん、勝敗が拾えない時ってあるんだよね、やっぱ選手がうまい具合に動かないとかさ、うん、まあ、だけどヤクルトの場合、高津監督の場合、うん、やっぱ結果を出せる選手をチョイスしてるというかさ、うん、すごいやっぱり今雰囲気いいし、昨年の形になってきたかなっていうような感じがする。うん、なるほど、はい、はい、でロッテ新4番、はい、まあ、中村が、うん、4番に入っていきなりホームランと、うん、で昨日もスリーランと、はい、でも勝ちに結びつかないんだけどもさ、まあ、最初の日は、うん、安田がね、はい、宮崎連続とか追い打ちかけて、はい、勝ったんだけどもさ、うん、まあ、新4番中村、はい、なかなかいいね、うん、だから三郎を思い出すというかさ、つなぎの4番もできるし、はい、まあ、決めにかかることもできるというね、うん、ただロッテはやっぱ小島が勝てないとさ、うん、やっぱ苦しいわ。昨年の10勝の投手、昨年ロッテで一番先発で勝った投手から、はい、それがまだ1勝もできてないっていうのはさ、うん、やっぱロッテの低迷にちょっと引っかかってるよね。だからそういう意味では、うん、なんていうの、うん、新4番、はい、中村良としてもその小島がね、なかなかこう勝てないっていう、いいピッチングをしてもひっくり返されたりだとかさ、はい、そういうことになってるんで、はい、やっぱり一つ早くつけてあげないと、やっぱ流れを変えてあげないとさ、うん、よく今シーズンまだ勝ってませんよっていうピッチャーが一つ勝ったら、はい、必ず連勝してるんだよね、大体、うんうん、だから流れが変わる、この流れを変えてあげないと、はい、ちょっと大島は苦しいぞと、はい、でもヤクルトはいいね、今ね、本当に、うん、もう本当にね、まあ、サンタナというさ、外国人変えてるんだけどさ、はい、もうみんな一生懸命やるしね、はい、いいわ、はい、はい、広島、日本ハム、はい、ね、広島、また中村さんおう、そう、まあ、ヤクルトも中村だったから、ね、こっちは中村翔成、同じキャッチャーだよ、はい、3つ続きます、ね、はい、1戦目は外野手に入った超ファインプレーさ、なんかね、ちょっと物議ありまして、物議あったけど、はい、プレーがあったから床田が完封できたんだよ、うん、なるほど、まあ、床田がずっと投げたわけではないけども、はい、なんていうの、完封勝利に貢献したという、はい、もうなんか記憶には鮮明に残っているファインプレーがもうなかったことになってしまいましたが、そうだね、うん、だけどファインプレーがあったから勝てた試合だったんだよ ね、うん、そ, うですね、それと3戦目、はい、ね、広島のキャッチャ ー盗塁がさせない、うん、というところで、昨日は中村翔成を
今季初スタメンでキャッチャーとして使った、はい、まあもともとキャッチャーなので、もともとキャッチャーいやだけどそこでやっぱ盗塁をピシッと刺すさ、はい、まあ打ってばさ、走者一掃のタイムリー二塁打を打つという、はい、もう大活躍だよね。もう今絶好調になってますね。まあそうだね、まあヒーローインタビューでもさ、なんかこうキャッチャーらしいコメントをね残してるけど、だからもう外野は守るけども、思考はキャッチャーなんだろうなっていうのが、ヒーローインタビューで伺い知れたというね。だから中村翔選手を広島はもうキャッチャーとして使っちゃえみたいな。今後どうなんですかね。まあ坂倉っていうキャッチャーがいるけどもね、ただ坂倉はもうサードとかファーストに専念させるというようなことで、あまりキャッチャーはやらない。そのキャッチャーのポジション、相澤という人間がいるけども、やっぱ中村翔選というのはやっぱ魅力があるよね。まあ打つこともできるし守ることもできる、はい、まあ外野の守備もうまかったな。ねえ、だからああいうことを見せるから外野に使われるんだよだからもうやめなさい中村、もうキャッチャーでいいところしか見せないね。まあでも本当に素晴らしい活躍があったね。はい、じゃこの3連戦は中村翔成選手が、まあそうだ ね、あの外野フライを取った超ファインプレーもあるし、まあ床田を助けたというね、でまあ、リードしては、ね、昨日なんかはそのタイムリーも打つし、勝ち試合を作ったっていうことを考えるとさ、もう素晴らしい活躍だったね、この3連戦。はい、で、日本ハム、はい、で、裏目、これ、点を取るんだけどさ、そうですね、まあ、3戦目の、まあ、昨日なんかはさ、3回に1、3塁になるんだよね、ツーアウト、はい、バッター4番の野村、はい、ね、そこでダブルスチールをかけるんだよ。点は取るのね。点は取るんだけどさ、広島にとっては野村と勝負した方が嫌だったと思うんだよね、栗は。だってホームランもあるしさ、長打もあるバッターだから、ね、はい、だからでもダブルスチールで、あ、これは向こうの作戦で1点を取られたっていうことを考えるとさ、あ、4番と勝負しなくてよかったんだっていうさ、すごく楽だったと思うよ。で内野手だって守っててさ、いや俺のとこ飛んでくると嫌だなみたいな、思ってた矢先にダブルスチールで1点、で、清宮の一塁ランナーがランダムプレーで刺されて、チェンジと、はい、いや楽だったと思うよ。そうですね、これが終盤でさ、同点で8回とか9回とか7回とかね、そういう回にこれをやられたんだったらさ、その1点っていうのはすごくショックなんだけどさ、でも3回に4番バッターのところで、ダブルスチールかけて1点取ったところで、広島なんか痛くも痒くもなかったと思う。だからここら辺をしっかりどこでやるのか、どのイニングでやるのかっていうのをしっかりやらないと、この作戦が逆に裏目に出てしまうということだよ。だからビッグボスのやるこうなんか新規改革の、はい、なんていうの、固定観念にとらわれない、この野球っていうのはすごくわかるし、こう奇策って言われてるようなことですよね、それはわかるんだよ、それは別にやらない方がいいとかそんなんじゃなくて、はい、やっぱやるにしても、どの打順でやるとかどの回数でやるとか、そういうことが固定観念とかにあるんだろうけども、だけどもやっぱそれはしっかり考えた方が相手が楽しちゃうよっていうことだよね。変えて相手を助ける結果になるというようなことですかね。だけどまあ日本ハムの方は、はい、やっぱ万波がね、バットに芯に当たると飛ぶなあで清宮もまあ徐々にヒットも出始めてるし、すごくあの今川もね頑張ってるし、あのすごくいいと思うんだよ。だからなんていうの、その一本のヒットを勝ちゲームに、一本のホームランを勝ちゲームにするために、やっぱもう投手交代もね、やっぱこうしっかりしてほしいなって思うよね。タイミング、はい、まあまあそういうところでちょっと日本ハムはちょっと残念だったかな、柵に溺れちゃったかなっていうようなね、まあそういうところがあった3連戦だったね。はい、はい、はい、中日楽天、はい、ね、中日小笠原の好投から始まり、ね、はい、工夫が見られるという、その工夫っていうのは何かというとさ、はい、やっぱ3戦目の岸、すごく苦手だったんだよね。まあ中日にとってみれば大島を下げて、はい、ね、ベンチに置いて、まあ若手で戦ったんだけどさ、岸に対してやっぱここと一緒、トラウマがない
人たちが活躍していったという。なるほど。でもその工夫の中にバットを短く持たせるとか、うんうんうん、初球からどんどん振らすとか、うん、まあ、そういうね工夫が見られるんだよ最近。でバッティングコーチを変えたよね。ああそこですかね。そこがね、非常にいいようにこう回ってんのかなという。確かにそのこうあの変わったタイミングから少しそのバッティングの感じが変わったっていうような話が、ね、あの徹底して右行ったりとかさ、うん、ありましたよね、あの反対方向に打たせたりだとかさ、うん、だから春っていうのは、はい、あのすごくあのバッティングコーチ経験が長いんだよね、うん、で中村のりって今年からでしょ、はい、確かに教えるのはうまいって言われても、うん、やっぱチームの中でチームをどう導くかっていうのはやっぱ、うん、長年やってる春の方がうまいと思うんだよね。なるほど。だからそこら辺が出てきてんのかなっていうようなね、うんうんうん、まあ、そんな感じがするよね、はい、はい、で楽天、はい、楽天の方はね西川が悪すぎる、うん、もう外してもいいレベルね、いい時はもう、うん、だからなんていうの、5月の頭にはね3割2分ぐらいあったんだよ。はい、それが ね、2割2分ぐらいしかないんだよね、もう。うん、だから1割ぐらい下げてんだよ、はい、西川春樹、うん、いやだからここら辺の1番バッターが機能しないと、はい、どうしようもなくなるよね。ここら辺がね楽天が苦しんでるところかなっていう気がするよね。なるほど。はあ、だから西川を外して新一番を作るのか、はい、で少し休ませるのか、うん、やっぱりね意識してね緊張感を持って春先から戦ってくると、うん、どうしてもね疲れが出てくるよね、うん、だからそういう意味では西川を外してもいいようなちょっと休みをね、うん、やった方がいいのかもわからないよね。なるほど。で足も動いてないしさ、うん、まあ張り切りすぎてどっか故障をきたしてるのかもわからないけども、うん、やっぱ数字が上がってこないっていうのはやっぱりちょっと足手まといになってるよね、うん、楽天にとってね。だからここら辺は厳しくやった方がいいと思うよ、うんうん、なるほど、うん、はい、まあまあそういうことだよね、はい、で DeNA 対オリックス、はい、で DeNA 即はい、何が何もかもだけどやっぱ基本がねなってない、はい、守れない打てない、はい、うん、ピッチャーはフォアボール、うん、ね、だからまあフォアボール出す、また浜口なんかはさ、はい、フォアボールフォアボール次のバッターもノースリー、はい、ノースリーからどうやっていいか、もうストライク取るしかない、打たれる、うん、当たり前だよねこれはね、うん、だからもうそういう、まあ、単純なミスというかさ、うん、まあ、浜口はフォアボールの多いピッチャーだけどさ、うん、やっぱりいつ解消できるんだっていうような、うん、そのフォアボールがあるうちはやっぱなかなか勝てないよって、うん、いうことだよね。で守りにしたってさ、まあ、もう少しやっぱしっかり守ってあげないと、うん、やっぱちょっとしたミスがすごく失点につながってくるしね、うん、だからそういう意味ではやっぱこう基本をまあ、大切にというね。そうするとやっぱこう、まあ、技術的というかあと気持ちのも不足っていうところですか。まあ、まあそうだね、まあ、両方とも不足してると思うんだけど、いや自分たちはやってる、はい、自分たちはいつもやってる、うん、そう思うかもわからないけど、うん、他のチームを我々は見てる、うん、やっぱ足りないと思うよ、うん、自分たちはやってるつもりでも、うん、やっぱね他のチームを見て、うん、ね、試合を見たりだとか練習を見てると、うん、やっぱまだまだ不足してる。うん、だからもっと厳しさが必要かなって思うよね。うん、でもね素材はいい選手がたくさんいるんだよ。うん、だからそういう意味ではやればできるから、やらなかったら一生できないから、だから やった方がいい、本当に厳しくやった方がいい、ね、で自分たちも律してやった方がいい、ね、それを認めてね。でもそこを一つ変えないとっていうところですか。変えないとね、まあ、こうやって勝敗をあれしてるけども、うん、まあ、確かにミスがなくてしっかり投げた、うん、勝った、うん、ね、ここはミスが出た、フォアボールがあった、うん、エラーがあった、うん、そしたら負けた、うん、だからね DeNA はしっかり投げてエラーがなかったら勝ってんだよね。うん、だからここら辺がもったいないところなんだよ。うん、だからまあ不足って書いたけども、はい、やっぱこう何もかも不足してる、うん、ね、他のチームを見たら分かる、はい、ね、日本ハムの方がまだそういう面では最下位に沈んでるけども、うん、しっかりやってる、うん、みんながね、はい、やろうとしてる、
でも日本ハムよりは全然実力がある、うん、やったらできるね、やってください。はい、お願いしますよ。順位予想も順位予想は忘れたしてるのでね。そうそうそう、ね、はい、はい、オリックス、はい、オリックスは期待大というと、なんていうの、まあ当たってなかった杉本が当たってきてるし、うん、まあ T 岡田が戻ってきたりとか、はい、いろいろしてる、はい、だから得点力が上がってるんだよね、ちょっとずつ、うんうん、ね、その中で勝てなかったピッチャーが、うん、勝てるようになってきた、はい、まあ、山崎幸也だとか、うん、外国人のワゲスパック、ワゲスパックだっけ、はい、が勝った、うん、ね、そういうことを考えるとやっぱあとは田島、うん、田島が勝たなきゃいけないけども、はい、田島、山本、宮城って、うん、続くピッチャーたちがちょっと打ったら勝てるよ、うんうん、で打てるようになって点が取れるようになってるから、はい、だからこれはオリックスは少しずつ上昇してくるかなっていうね、うんうん、まあそんな感じが受ける、そういう兆しが見える、兆しが見えるということですね。そうそうそう、はい、あとは紅林がもう少し頑張れ、うんうん、そしたら、はい、すごく打線が流れるようになってくるのかなっていうふうに思うよね。うん、はいはいはい、まあそういうことで、はいはい、で阪神西武、はい、もうこれは僕はね名前を2人書いてるけどこれはもう簡単、はい、大山が打ったら勝てる、打たなかったら負ける、はい、もうこんな単純なことはない阪神、はい、もう大山次第だから、でね不思議と大山のところに回ってくるいい場面が、だからスリーラン打った時なんか勝つ、はい、打たなかったら負けるみたいな、それは打たなくても他の人が打ってくれりゃガンガン打ってくれりゃ、うん、勝つよ、はい、まあ、だけど大大山のところにいいところを回ってくるから、なるほど、もう単純だよ、うん、もう大山が打つか打たないか、はい、もうそこにかかってるみたいなさまあそう言っても過言ではないぐらい大山次第なところがある、うんうん、だからまあこの夏場にかけて大山が調子が上がるといいなっていうふうに思うけどね。なるほど、うん、じゃあ阪神はその他のところは今のところはこう安定してる、まあ、安定してるけど、うん、やっぱり1番ね近本、うんうん、2番中野、うん、まあこういうふうな打順が組みたいよね、うん、今熊谷とかさ、うん、が1番打ってるけどやっぱり近本が1番っていう方が怖いよね。なるほど、うん、近本の3番っていうのは怖くはない、うんうん、だからそういう意味ではやっぱこう打順の組み方、ベストで組めないけども、うん、大山頑張れと結局そこにそうそう大山頑張ったら大丈夫というね、はい、で西武、はい、まあ、山川、うん、もうドスコイが打つか打たないかだよ、うん、打ったら勝てる、打たなかったら負けるというただ、うん、朗報は若林というね、うん、はい、まあ、昨年この時期かな、すごいもうちょっと前か、はい、ね、靭帯損傷みたいな怪我をしたけど、はい、盗塁の数なんて、ね、40試合で20個ぐらい走ってるわけだから、抜けてましたもんね。そうそうそう、はい、まあ、そういう選手がね1番バッターが帰ってきたということは、うん、まあ、ちょっと心強いよね。どうですかね怪我の影響とかは。あ、この前走ってたしね、うん、だからなんかファームで、うん、前からゲームに出てたんだけど、うん、ちょっとゲームをやった後の回復力が遅かったっていうことで一軍に上げるのを少し待ったけども、なるほど、やっぱこうなんていうのいるといいね、うん、やっぱこう期待感がある、うんうんうん、だからまあ山川もホームランだけじゃなくて、はい、その若林が走ってくれて、うん、得点圏に行ってくれて、まあ、ランナーサードワンアウトサードで立てるような、うん、たくさん立てるような日も近くなるよ。なるほど、うん、だからまあ西武も、うん、だから西武がね5割1つ貯金作っちゃ5割に戻りまた1つ借金になるここら辺をスコーンとちょっと抜けないから、うん、抜けるとまたちょっと違ってくると思うんだけどねチームの雰囲気がね、うん、なるほど、うん、だからまあまあ阪神はやっと交流戦勝ち越したかなこれでな、うんうん、だから阪神は来るよって言ってたのが、はい、まあさらに来ると思うよ、うん、うん、だからまあ期待してください。はい、はい、ということで、はい、リーグの勝敗という形はなんとなんと今は並びましたね。これなんとって書いてあるからにゃんとじゃなかったかちょっとトンチ聞かなかったね。うーん、にゃんと、まあ、
27勝27敗。まあ27勝。なんと言いたかっただけですよ、ね。まあそうかも。全く五分ということでね。ね、いつの間にやら。まあどこが優勝し、うん、まだどこでもどこのチームもチャンスは残されてるのかな。でもうここは最後までわからないよね。引き分けないし、ね。ね、なんか最後戦って。一緒の星って言ったら面白いよね。ね、ほんとね、なんかあら今日全部パ・リーグが勝ちましたみたいな日があるのにこう並んでるっていうのはやっぱりもうすごいよな、うん、頑張ってる両チームともな、両リーグともね、はい、はい、まあまあこれからも結果が楽しみですが、はい、明日は佐々木朗希が投げます、はい、ね、巨人戦で、うん、なんで戸郷が菅野に行ったらしいよ。そうですね、うん、ヒーローインタビューで菅野投手言ってましたね。バラしてたな。どこプレッシャーかからなかったらいいけどな。いや僕は投げ負けませんよって、うん、勝ちますよとか言ってたけどさ、うん、まあこれから佳境に入ってきて、はい、ね、交流戦がね、はい、もっともっと熱い試合が見られるかなっていう、はい、まあ期待しています。佐々木朗希投手の打席も見られるんですよね。まあそうだな、明日ね、はい、はいはい、それもちょっと楽しみ、まあ、必ず見られるから。じゃあノックアウトされないから絶対に。そうですね、だからそれも楽しみ。はい、はい。